はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はキャンドゥですごく可愛いサンリオの新商品が発売されたということで、それでね、欲しかったものをね、無事何店舗か回って購入することができたので紹介していきたいと思います。まずこちらのハンディバッグというものなんですが、キャラミックスデザインのサンリオキャラクターズって書いてるシリーズなんですけど、これは M サイズなので3枚入りです。すごい可愛いですよね。これ結構しっかりした素材で可愛かったので、デザインもすごい好みだし、100円でこんな可愛いのが買えるっていうことで嬉しいですね。で、続いてこちらがマイメロちゃんです。マイメロちゃんはお風呂に入ってる感じのデザインなんですけど、とても可愛くてこちらも買いました。続いてキキララちゃんはこちらです。このキキララちゃんすごいね、髪の毛の色もね、淡い感じで私が好きな感じなんですけど、全体的に青っぽい感じの袋のデザインですごい可愛いですよね。前もこのキャンドゥでこのシリーズいろいろ出たんですけど、今回の新作もめっちゃ可愛いです。大きいサイズは3種類買ったんですけど、キティちゃんもありました。で、他のタキシードサムくんとか他にもあったんですけど、私はねこちらにしました。はい、続いてミニサイズも紹介していきたいと思います。はい、ミニサイズも3つ買ったんですけど、まずこちらがマイメロちゃんのミニサイズですね。ミニサイズは2枚増えて5枚入りになっています。すっごい可愛いですよね。サンリオで売っててもおかしくないクオリティだし、本当に可愛くって買っちゃいました。で、キキララちゃんはこんな感じです。まあ、ちょっと似てるんですけど、はい、すごい可愛い色合いで、ミニサイズもね本当に可愛くて、それぞれこう違う可愛さで、小分けのお土産だったりとか、あと CD とかそういうのにもいいみたいですね。それからサンリオキャラクターズのものも買いましたね。すごいこれも可愛い。すごいランダムにこうデザインされてる感じもすごい可愛くって、お気に入りですね、こちらも。はい、ジッパーバッグはキキララちゃん、マイメロちゃん、ティーちゃんの3種類あったんですが、私はマイメロちゃんとキキララちゃんを買いました。まずこちらがキキララちゃんの M サイズの4枚入りです。すごいこれ可愛いですよね。これはしっかりしてるので枚数は少ないんですけど買いました。ちょっとこちらどんな素材かね、後で開けてみたいと思います。はい、続いてマイメロちゃんはこのデザインです。すごい可愛いですよね、こんな感じです。こちらも2つ買いました。ジッパーバッグって何かと使うのでね、しっかりしてるしいいなと思ったので2つずつ買いました。はい、続いてこちらです。こっちが6枚入りですね。 S サイズだとやっぱり枚数が増えて6枚入りになります。ミニサイズも割とね便利なので、絆創膏だったりとかクリップとかピンとかね、すごい便利ですよね。ちっちゃいのもデザインが違くて、これはこれですっごい可愛かったので、はい、こっちも2個買いました。順番的にちょっとね、マイメロちゃん先に紹介しちゃったんですけど、キキララちゃんも、はい、こんな感じです。ほんと両方ともね、すごいそれぞれ可愛くて、1枚開けてみますね。はい、こんな感じです。ここの部分がすごくしっかりしていて、あーすごい開けやすい。こんな感じで閉まりますね。ほんとね、この素材の硬さとかでこんなに可愛くて100円で買えるのはすごく嬉しいなって思いました。はい、というわけで今回はキャンドゥの新作サンリオの袋系の商品を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。本当に今回の新作もめちゃめちゃ可愛いので、ぜひサンリオ好きの方は行ってみてはいかがでしょうか。この動画が良かった、参考になった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。本当にこのデザインすごい可愛くて、めっちゃいっぱい買っちゃいました。